アイテム番号 SCP-402JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-402JP は排水設備を整えた標準的な人型収容室に入れてください。排水は財団異常物処理規則に基づき処理します。給仕は水で練ったデュラム小麦酸と鶏卵6つを1日3回に分けて与えます。 SCP-402JP は希望した場合、申請することで武装した警備員1名の監視のもと、収容室隣に設けた簡易キッチンにおける調理活動が認められています。これ以外での調理活動は禁止され、また当該オブジェクトが出所不明の調理済み食品を所有していてはいけません。前記項目に違反した場合、職員による試食の放棄を罰則として行ってください。ただし調理活動自体は禁止しないでください。この調理活動でできた食品は B クラス職員で接触経過観察をします。前述の調理品がこれまでに異常な特性を発揮したことはありませんが、この手順を無視した職員は別任務へ配置替えの対象となります。説明。 SCP-402JP は体長2メートルの、全身が茹で上がったパスタでできたように見える人型の存在です。唯一眼球部分のみがガラス玉に似た物質でできており、常に全身から湯気と微量のぬるま湯を滴らせていますが、その由来は不明です。 SCP-402JP は特筆して調理への関心が高く、その環境が整っている限りは収容に協力的です。過去多くの飲食店や食材販売業者として勤めてきたと自称していますが、自身の外見を含めた異常性については認識していないか関心が薄いようです。 SCP-402JP の異常性はその起源を財団調査員が調べた時に判明しました。財団収容後に自称した経歴は、外見上の問題と同時期に距離の離れた複数の店舗に勤めるという疑わしい内容であったこともあり、虚偽の証言であると考えられていました。しかし該当する店舗に調査員が出向き、同僚の調理師や上得意の客とされる人物にインタビューを行ったところ、当事者しか知り得ないはずの情報と SCP-402JP の証言とが一致していることが分かりました。この証言の中には、財団収容後に働いたとする店舗での証言も含みます。同僚や顧客の証言以外に証拠となる写真、映像、その他物証は、SCP-402JP の存在した痕跡を示しません。またこれらの目撃証言においても、SCP-402JP は人種、性別、年齢、料理の技術その他が一致していません。この違いは、特に異なる店舗においてより顕著になります。これまで、すべての事例における共通点は料理を提供する側であるという一点のみです。SCP-402JP が勤務したと主張する店舗と、該当店舗の職員が証言した当時の人物像の一覧、抜粋。店舗、日本、東京都。時期、1900年、月、日。人物、中肉中背の日本人男性。いわゆるムードメーカーであり、東北の訛りがある。店舗、フランス、の、フランス、の。時期、1900年、月、日。人物、小柄な日本人女性。女中服を着ており、常に礼儀正しい。店舗、ロシア、編集済みの専属調理師。時期、2000年、月、日。人物、屈強なインド人男性、上昇志向が強い。店舗、アメリカ、マクドナルド、アルバイト勤務。時期、2000年、月、日。人物、同僚職員の印象には残っていなかった。実験記録、402。実験記録、402-01。目的、認識異常仮説の検証。方法、SCP-402JP に D-1226 と共同で、簡易キッチンでナポリタン、スパゲッティを作るよう要請する。結果、SCP-402JP は依頼通り、ナポリタン、スパゲッティを完成させた。B、
1226にインタビューを行ったところ、あんな気持ち悪い外見のやつと仕事は申したくない、と答えました。考察 B 1226は SCP-402JP を正しく認識できている。これは調査により得られた証言と矛盾する。異常特性発現の条件が整わなかったか。岡田。実験記録、402-02。目的、空間転移能力所持仮説の検証。方法、SCP-402JP を収容室から出さない状態で、簡易キッチンでナポリタン、スパゲッティを作るよう要請する。結果、SCP-402JP は依頼通り、ナポリタン、スパゲッティを完成させた。考察、スパゲッティは研究班により味見、大変微味なり、押村区は、観察者をキッチンに配備しなかった間抜けな奴が研究班にいることだ。岡田。実験記録、402-03。目的、空間転移能力所持仮説の検証。方法、SCP-402JP を収容室から出さない状態で、簡易キッチンでナポリタン、スパゲッティを作るよう要請する。結果、SCP-402JP は依頼通り、ナポリタン、スパゲッティを完成させた。SCP-402JP は、何度も調理実習をできることに感謝の意を述べ小躍りしてみせた。考察、SCP-402JP は、確かに大変調理技術に秀でた優秀な存在のようです。しかし、我々財団が知りたいのは料理がいかに美味かではなく、そのスパゲティ麺に代表される異常特性の方です。これ以上の無益な研究は禁止します。サイト、81、管理官。記録、402-A12000、年、月、日。SCP-402JP は、今さっき、向こうの調理室で作ってみたんだけど、といい、サイト、81、のカフェテリアで提供されていた、酸っぱいクラムチャウダープリン、を所有していました。未知の異常性の発露として、収容方法の一部を改定しました。SCP-402JP は、酸っぱいクラムチャウダープリン、をオリジナルのデザートとして、B クラスに振る舞うことを要求しています。許可は保留中です。誰が考案したものかは知らんが、少なくともあのパスタ野郎のオリジナルじゃないだろうに。ベニヤ。ポイ1、以下は、財団福利厚生課長より SCP-402JP 研究班に対して送られたメールの内容です。現在下記内容に該当する現象について財団は把握していませんが、未知の影響を考慮しユークリッドオブジェクト接触規定を遵守してください。最近行われた財団福利厚生課の調べにより、サイト、81、の食堂、カフェテリアにおけるキッチンスタッフの配置人数が非常に少ないことが判明しました。これは22年前に遡る。運営上大きく支障をきたす問題です。しかし、それにもかかわらず同食堂、カフェテリアはこの調査以前まで、全く問題なく職員に利用されていました。職員不足の事実が指摘され始めたのは、SCP-402JP がサイト、81、に収容されてからの時期と一致します。関連性の調査及び暫定的な収容手順の変更を、研究班各位に依頼します。サイト、81、福利厚生課、島崎。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。